送からこんにちは、マリコです。今日もよろしくお願い申し上げます。天秤座さんお元気でしょうか？元気にしてますか？マリコです。今日もよろしくお願い申し上げます。いやーもう7月も入ってますが、はい、その入ってる感じで、入ってる感じで、7月をやりたいと思います。天秤座さんのね、よろしくお願い申し上げます。いやーもうなんかさ、すごい忙しくてさ、ほら、私基本激務じゃない？もう基本仕事が激務で、その上でこのね、チャンネルとかもやらせていただいてますので、はい。なのでちょっとまあ結構もう7月になっちゃってはいるんだけど、でも私毎月はちょっとやりたいと思ってるんですね。そう。なので、まあ、そのこういうさ、自分のペースでやるっていうのも何らかのメッセージになればいいなとも思ってるんですよ。うん。なんかその、やっぱり、なんかいきなり本題みたいになっちゃうけど、まあ世の中にはさ、いろんなやっぱ働き方もあるし、あと世の中にはいろんなペースもあるし、まあいろんななんか、ね、いろんな人もいるしっていうのでね。だからそういうのをね、それこそ、私が本当多様性を体現してんだよね。うん、そうそうそう。で、それをメッセージでね、こうやって天秤座さんに伝えたいというか、そう。そうなのよ。うん、なんか、うん、それを思いますね。そう。なんか私ね、各星座さんごとに、本当やっぱ話してる内容違うなって思ってて、そうなのよね。で、まあ、世間話をね、元にした感じの。で、時々、まあ、時々というか一応カードは拾いますけども、カード出しますけど、まあ、それでちょっといろいろまた世間話が続くみたいな感じになるのでね。はい。もしよかったらご覧ください。まあ、あといつも見てますっていう人、ありがとうございます。いつも見てるっていう方ね。はい、ありがとうございます。いやー、じゃあちょっとね、カードの紹介したいと思うんですけど、先月と同じカードたちを使うことにしました。はい。なので、ちょっとさらっとね、ちょっと、まあ、これというかこっちからだね。さらっとちょっと、はい、お伝えします。はい。ムノロジーね。これで、ヤスミン・ボーランドさん、ロンドン在住のヤスミン・ボーランドさんのムノロジーで1枚、7月の天秤座さんの感じ見てって。で、それで次、はい。これね、タロットカードこれ使います。マーメイタロー。これね。これで、解説は、The Ultimate Guide to Tarot Card Meanings。これ、英語ペラペラ系ので、見て。で、Journaling Prompts っていうのがあって、まあ、日記？日記の、こういう質問を日記に、自分の日記に書くと、この質問に答えたようなことを書くといいですよっていうのがあるんで、それもちょっと読みます。そしたら、ほら、いろいろ参考になるしね。天秤座さんが日記書くときに、そう。で、それで、で、補足で、Angels and Ancestors と、Rose Pocket Oracle ね、このお二方、イギリスに住んでますね、住んでらっしゃる方で、まあ、レベッカ・キャンベルさんはグラストンベリー在住、オーストラリア人で、で、カイル・グレイさん、イギリスのどこか、北の方だったと思いますけど、はい、在住ですね、はい。まあ、ほら、イギリスってやっぱさ、オーストラリアともちろん関係深いからさ、というかまあオーストラリアがイギリスと関係が深いのか、そうだから結構オーストラリア人住んでんのよ、イギリスに。うん。で、最後はね、はい、我らが、はい、日本の神様カードで、はい、はい、やりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。いやー、先週天皇皇后両陛下がね、イギリスにいらして、で、私は天皇陛下にね、手振ってもらってるんですよ。こういう感じで振っていただいて、もうびっくりしちゃったよ、本当にマジで。その動画も載せてますので、よかったらご覧ください。私、本当に、と思って、もうなんか、その日ね、公開されてなかったのよ、その情報が。一応天皇皇后両陛下が、こういう感じで、こういう行事に参加しますみたいな、まあ、ちょっとした公式なのは出てるのね。そのロイヤルファミリーの、イギリスのロイヤルファミリーのウェブサイトから出てて、まあ、日本の、どっかのサイトとかでもいろいろ出たと思うんだけど、そう。で、公開情報にはなくて、で、私その日、その前日の馬車のパレードも行ってんのね、私。そう、行ってて。で、それで、まあ、その時は結構やっぱり遠目だったのよ。遠かったし、あと、こういう風に曲がってくるところの、ここに私いたから、そこまでは見れなかったのね。そう、でもまあ、雰囲気はすごい、楽しめたし、まあ、良かったと思って。で、次の日に、水曜日で、で、仕事帰りに、まあ、そこの、The Mall って言うんだけど、あそこのバッキンガム宮殿の前のところの通りね。あそこに、まあ、ね、日本とイギリスの旗がこうあるから、それをちょっと背景にいろいろ撮影したりとか、YouTube 用に、まあ、撮ろうと思ったわけよ、普通に。うん、おしゃべり動画的な感じで。で、そういう友達と連れて、と言って、で、まあ、撮ったりとかしてて、で、まずは、エドワード王子がこう来たのね。そう。その交通整理、ね、白バイとかがあって。で、まあ、その前、なんか、その時も、なんか、ああ、なんか見れたね、みたいな感じで。
あの、ほら、期待しなかったからさ、その誰かが来るみたいな、普通にもう仕事帰りに、あれ、夜の7時なんですよ。そう。ヨーロッパあるあるなのが、夏はすごく日が、長いんで、ほんと9時半とかでもね、明るいんですね。まあ、9時半で、だいたい今サンセットになってきてるから、それで、だんだん、暗くなって10時くらいに暗くなる。10時とか11時ちょっと過ぎに。夜のね。そう、だから6時半とか7時半とか8時とか普通にもう太陽がすごい点々照りだったりするんで。で、やっぱ天皇皇后両陛下来た時にはすごい晴れてたのね、ロンドンも。で、あんま晴れないんだけど、この国。そう。まあ、さすがね、ヒーズ国から来てる。いらっしゃってますから、すごい晴れてて。そう。で、で、そしたら、また今度交通整理が始まって、エドワード王子終わった後にちょっとしてから。で、なんか、とか、なんか普通に、で、それで、やっぱ遠目で、旗がね、こう、車の、ベントレーの車の上に旗がこう、あって、あの感じってもしやと思って。っていうのも、数日前に私、天皇皇后両陛下がそのイギリスについてこう移動してるっていうのを誰どっかの人が載せてた YouTube を見たから、だからちょっとなんかやっぱり雰囲気が似てたのよ、やっぱあの車の形とか上の旗の感じで、誰だろう誰みたいな、まあ私なんで、あの動画私を見て、私の動画を見てくれればね、多分わかると思うんですけど、誰だろう誰だろうって思いながらこうやってやってて、そしたら本当天皇陛下だったっていうね。すごいですよ、本当に。いや、なんか、なかなかないですよね。うん。なかなかないんじゃない？一生でも。うん。すごいですよ。いや、やっぱついてるなと思ってね。はい。まあ、そんなついてる私が、はい、お送りする、天秤座サインのメッセージになりますのでね。よろしくお願い申し上げます。じゃあ、早速、ムノロジーで見てきますよ。もう、天秤座さんはね、今ね、忙しいと思うんですよ。だから、ちょっとささっと見てあげますから。ささっとって言っても別にその、なんていうの、急いで見るとは違うんだけど、なんかもう、天秤座さんはもうさ、なんか聞きたいでしょ、いろいろ。それで聞いて、それでもう、ちょっともう行動に移したいっていうのがね、うずうずしてるし、うん、そう、そんな感じがちょっとしますので。はい、天秤座さん。はい、じゃあ、ムナオジーでね。はい、ムナオジー。はい。まあ、これはね、皆さん向けリーディングなんで、そうそうそう。まあ、当てはまらないという方もいると思いますが、まあ、ちょっと楽しくね、これはまあ、エンターテイメントですので、エンターテイメントでちょっと楽しく見ていただければと思います。やっぱりこれはさ、もちろんだけど、エンターテイメントね、これだけじゃなくても、いろんな方々のタロットリーディングとか、オラクルカードリーディングもやっぱりエンターテイメントで、これで納得してるっていうのは、ちょっと、納得、まあ、いい意味でポジティブな感じの意味で納得したりとか、後押しになるのはいいんだけど、やっぱり自分で努力するとか努力しないとって話よね。うん、そうそうそう。そう。まあ、それのなんかの、なんていうの、きっかけになればっていうのでやってますけど、私は。うん。じゃあ1枚。はい、いきますよ。天秤座さん1枚ください。お月様、これね。これにしますね。はい。おー、いいですね。もう、天秤座さん、これ待ち構えてたでしょ、これ。うん、って感じ。うん。そうね。もう、だからなのよね。なんか、やっぱさっきから天秤座さんも自分は行動に移すとか、なんか結構もう、急いでるっていうか、もうなんかもう、いろいろやりたいんで、今やる気みなぎってますっていう感じで出てきたのね。うん。Your hard work is paying off. いいですね。Your hard work is paying off. これどういうことっていうと、Your hard work、まあ、その頑張ってきたね、いろんな、ことよね。仕事だったりとか、まあ、いろんな意味のいろんなことよ。いろんなこと、work って言ってるけど、うん。だから、いろんな今までのいろんなことが、paying off。やっと実を結ぶってことよね。うん。実を結びますね。だから、なんかやっぱり目標としてたことがあったとか、最近ちょっといいことがあったとか、で、それ、なんかその、会社とか仕事とかで、なんかこう、いいチャンスが巡ってきたとか、やっぱ今まで頑張ってきた甲斐があったなっていうことをね、もしかしたら感じてる人がいるのかもしれない。それか、まあその7月の話だから、まだそれ感じないですって人は、これから7月にそういうのが来るよってことよね。いや、報われたいよね、いろいろと。それはさ、経済的にも報われたいっていうのもあるかもしれないけど、やっぱ世の中っていうか、やっぱ自分がさ、人間がさ、生きていく中でさ、人に認められたいっていうのってあると思うのよ、そういう欲求が。うん。で、人に認められたいとか、人に役に立ちたい、役に立っていたいとかね。そうそうそう。うん。だから。いや、なんかね、昨日ちょっと、とある方と、ちょっとその自己肯定感っていうことについてね、お話しさせてもらって。で、私もあんまりさ、あんまり自己肯定感っていう話とか、
自己肯定感っていう言葉すらすっごい忘れてて、もう。そうそう、忘れてて、そう。でもなんか、もうそういう、まあ、自己肯定感っていうのに関して言えば、私、天秤座さんは全然あると思うのね。今の天秤座さんに。で、もしも今ないですって人は7月多分ある感じになってくると思うんだよね。うん、なんかね、他の星座さんとか読んでても、結構大変な星座さんとかもいるわけよ。なんか私的になんとなく、こう降りてくるものとかが、そう。でも天秤座さんにはそういう感じがない。なんか明るい感じ？そう。うん。じゃあ、タロットでちょっと、一枚ずつ、現在未来で、見ていきますので、はい。全部整地できます。現在、フォーブソー。これ、休止とか停止だよね。うん。ちょっとまあ、まあ、驚かないでくださいね。まあ、勢いがちょっとありすぎるのかもしれませんね。うんうんうん。まあ、いいのよ。うん、ちょっと待って、4のソードね。ああ、だよね。はいはい。これね、フォーブソード。ソードね。うん、これ。フォーブソード。upright, 要は、正位置ね。upright. rest, relaxation, meditation, contemplation.Recuperation って書いてあるね。うん。Recuperation, yeah. やっぱりその今すごく、勢いがいいわけよ。で、だから、まあ、なんて言うんだっけ、休むことも忘れないでってことね。うん。そうね。だからこれ、relaxation で、マッサージっていうのが出てきたんだけど、マッサージに行くとかさ、そう。私ちょっと自慢なんだけど、明日ね、超久しぶりにマッサージ予約してるのよ。そう。そうなのよね。だから、そういうことよ。だから、天秤座さんさ、休むことも忘れないでねって感じ。今、なんかさ、勢いがある人って、休むことってすごい重要だから、もう、だから、で、特にほら、日本人、まあ、これ見てるのが、まあ、私、日本語で話してるから、日本人の人だったりとか、日本に長い外国人とか、あと、まあ、海外住んでる日本人とか多いと思うんだけど、まあ、その日本人っていう、人種って言うとあれだけど、まあ、日本人っていう、まあ、人々。で、結構、働き者だから、なんかその、休んでない人って多いと思うんだよ。なんかいつも常になんかマインドが忙しいっていうか、常になんか頭が忙しいっていう人がすごい多いと思うんだよね。で、なんか、私がよくいつも言ってるのは土日はさ、私、どこも出かけないし、まあ、出かけないっていうか、本当に引きこもったりとか、まあ、どっか行かないとき、行かなきゃいけないとき行くけど、そう。でも行かなくていいときはもう土日、かなり引きこもって、いるのよね。そう。で、だから、金曜日の時点で、食料は、もう、あって、とかね。それとか、こっちって結構、いわゆる、オンラインデリバリー、そういう、グローセリーズのね。それが結構、オンライングローセリーズが結構活発だから、普通のスーパーとかでも、朝とかに、オーダーすると、夕方とか夜とかのスロットが空いてる時は、その時間帯が。そう。で、実はさっき私やったんだけど、それで朝。で、夕方くらいに今日来そうで。それ普通のスーパーね。別になんか特別ななんか、お高めのなんかなんかそういうデリバリーサービスとかではなくて、そのね、グローセリーショッピングのそのお高めのそういうのじゃなくて、普通の、で、たまたまそういう時間帯があったりして、そう。私、ほら、昨日帰ってきたのよ、あそこから、猫の家から。そうそう。だから、私、ほら、まあ、ロンドンにいるんだけど、二拠点だから、そう、猫の家とここの家が。そう。だから、この家にあまり物がなくて、食べ物がなくて、そう。なのよねー。Rest before you take on the next challenge って書いてあるね。そう。次のなんか、挑戦っていうのに向かう、立ち向かう前に、やっぱり、休んでよってことが書いてあるのね。うん。書いてあるね。You have reached an important first milestone and must recharge your energy before the next phase begins so you are refreshed and ready to go って書いてある。そう。これどういうことっていうと、もう結構やっぱり初めのね、重要なマイルストーンって言うんだけど、この、マイルストーン。日本語でもマイルストーンだっけ？なんかあるよね、日本語で。まあ、カタカナでマイルストーンってこれ同じ意味だと思うけど、そう。同じ意味の、日本語のカタカナと同じでいいと思うんだけど、そう。ほら、これいつもよく言う話なんだけど、日本でよく使われてるカタカナ語っていうのは、ほんとカタカナ語だったりして、本来の英語と意味が全然違ったりとか、すごくいっぱいあるのね。あと、日本語ってすごい、本当の本来の英語を省略したりとかがすごいあるのよ。省略して、なんかカタカナにしちゃったりとか。だから、英語話者としては、
本当に、日本人の日本語が、のカタカナ語とかの、が私はわからない時があって、で、私結構その、もう高校からそういうインターナショナル系だったりするから、英語いつも喋ったし、なんかその周りにそのどっぷりな日本人ってあんまいなかったわけよ、私。それ以降は。で、20代、30代とかもあんま、そんなにあんまなかったから、そういう付き合いが。そう、私結構古い友達との付き合いが基本だから、そう。だからそういう一般の日本人のは確かに私常識あんまり知らないんだけど、はっきり言って、そう。とかそういう喋り方とか、そう。なんだけど、やっぱね、日本語ってやっぱり言霊が重要な国だし、言葉遣いっていうのは、せっかく日本語があるんだから日本語使った方がいいと思うね。そう、そういうなんかわけわからない。まあ、それも日本語なんだけどね。でも、なんか英語をなんか日本語風にカタカナで言っちゃったりとか、略してやっちゃうのも、それもそれの日本語なんだけど、いやー、まあね、なんか言霊っていうのが今、こう一瞬出てきたけど、まあ私は言霊の力めっちゃ信じてる人だし、特にね、日本語を使っ、日本人は影響されやすいと思うんだよね。そういう力。やっぱことに、言葉になんか神ってるとこがあるというか、神様入ってると思うのね、日本の神々が。うん。だから、発言とか気をつけた方がいいってことも今ちょっと来ちゃったんだけど、直感で。なんかそういうつもりで言ったことが、じゃないことが、ちょっと変に取られたりする時もあるかもしれないから、それにはちょっと注意って感じかな、天秤座さん。うん。まあ、なんせ天秤座さん今勢いがいいからさ、なんかちょっと、さささ、さっと物を言いたくなったりとかするときとか、まあ、別に考えてはいると思うんだけど、考えて物を言ってると思うんだけど、なんかちょっと違う意味で捉えたりするときももしかしたら時にはあるかもしれないから、そう。まあ、そのときはもちろんちゃんと説明すれば相手は分かってくれると思うんだけどね。うん。まあ、ちょ、そういうのが出てきてんだよね。うん。そう。これ書いてあるね。Journaling prompts ね。これ、日記にね、自分、まあ、日記別に、普通のノートでいいですよ。別に、普通のノートブックでいいですよ、普通の。ね、その辺に言ってると言うとあれですけど、そういうのはちょっともう、日記って決めて、で、毎日つける必要もないから、まあ、つけられる人はもちろんつけるといいけど、ちょっとした気持ちの変化でもいいし、今日何があったとかね、今日何を見てどう思ったとか、どこどこの店に行ったとか、どこどこのカフェでとか、あとこの YouTube を見たとか、まあ、なんでもいいんだけど、自分と向き合うのに日記っていうのは最高だと思うのよ。で、日記こそが、すごいよね、日記って。自分がどういう人かも結構わかるよね、そこで。うん。だから自分分析、自己分析 日記ってすごいやっぱ活用できると思うのよ。そう。で、やっぱり自分が何が好きなのかとか、それをその書面で見ることによって、やっぱ書いてる内容がさ、例えばそのね、今日もこういう YouTube を見たとか、今日もどこどこに行ったとか、それで自分が何が好きなのかっていうのわかるじゃない？何をしてる時が楽しいのかとか。で、そういうやっぱりさ、この人生やっぱ楽しさを追求する人生だと思うのね、私は。うん。だからもちろん仕事とかもするんだけど、仕事だって、なんかさ、今時ほら、もうなんかすごいじゃない？自分みんな、もう今 YouTuber とかさ、まあ、インスタグラマーとかさ、まあ、インフルエンサーとかってさ、自分たちの好きなことをやって、それで稼いでる感じの人たちじゃない？そういう生き方もあるわけよね。そう。だから、まあまあまあ、だからといってみんながみんなそういう生き方をしたいとも思わないし、まあ、仕事もさ、ある程度やっぱり、なんだろう、自分が好きでそれをやってるっていう仕事だとは思うからね。要は世の中いっぱいいろんな仕事があるわけだからさ、その中でその今のやってる仕事を選んでるわけだから、うん。で、journaling prompts ね、この日記にこの質問に答えて書くといいですよっていうのは、how can I quiet my thoughts ってこと書いてあるね。how can I quiet my thoughts これどういうことっていうと、自分のこの考えを沈めるというか静かにさせるにはどうしたらいいってこと。そう。だからもしかしたら、まあ、考えたりとかすることとか、あと、やることがいっぱいあると、本当にやっぱもうあっち行ったらこっち行ったらなっちゃうわけよ。マインドがね、考えてることが。だそういうのをやっぱ沈めるためには、とかまあ、それじゃなかったとしても自分の考え、いろんな意味で、まあ、自分の考えをどういうふうに沈めるっていうか、静かにできるか。うん。だからもしかそういう日記を活用するのかもしれないし、まあ、ね、携帯とかそういうの全部電源、切るとかね、土日はじゃあどこも出かけないとか、まあ、出かけなくても住む人はね、例えばね、まあ、家族とかのことでほら出かけないってことは無理ですって人もいっぱいいると思うから、そう、まあ、それから日曜日はどこも出かけないで家でね、
ゆっくりしてますとか、なんか外に出かける必要もないんだよね、毎日。なんか、って私は思っちゃうけど、うん。なんかまあ特にやっぱり私結構、まあ私の場合結構月曜日か金曜日結構、いろいろとやってて激務だったりとか、いろいろやったり、これやったりあれやったりとかあるから、うん。余計そういう感じなんだけど、うん。What do I need to contemplate? って書いてあるね。これ、私今、何について熟考することがいいで、熟考するといいですか?うん。だからなんかもしも、今、天秤座さんの中で、思ってること、やっぱ、今こう、整理するといいのかもね。時期的に7月に。まあ、これからまた2024年も、まあ、後半になってくし、これからどういうふうにな、ね、例えば、月ごとの目安でもいいと思うね。7月はどういうふうにしたい。8月はどう、なんちゃらかんちゃらした。9月はなんちゃらが始まるから、こういう感じでやりたい。10月は、どこどこに旅行行くから、それまでにはこういう目標立てたいとかね。うん、具体的に、やっぱね、具体的にっていうのがね、重要よね。うん。で、あと次の3番目の質問。How can I rest? って書いてある。これどういうことって言うと、どうやったら自分がね、まあ休めるかっていうことよね。だから、その、休むっていう休息って、人によってやっぱ違うじゃない?そのエクササイズとか、その、例えばそのジムに行くことをね、休息って思ってる人もいるかもしれないし、その辺歩くことが休息かもしれないし、まあ、あとなんか富士山に登ることがね、自分にとって休息なのかもしれないし、うん。まあ、富士山登るのって結構大変ですよね。うん。なんか最近ちょっとちらっと YouTube 上のニュースとかでなんか富士山、ね、いろいろ、登ったりしてる人で。まあ、あそこはやっぱ軽装では登っちゃダメだね。うん。本気の人たちじゃないと、怪我しますよね。うん。大変大変。うん。じゃあね、まあ、現在はそんな感じで来てるから、だから、まあ、your hard work is paying off だから、まあ、今までの頑張りっていうのが認められますよってことよね。認められます。うん。で、それで、だからちょっと天秤座さん的にも、ちょっともうちょっと頑張ろうとか頑張っちゃおうっていうのがあるのよ。だから、だけど、頑張って全然いいし、今いい感じ、乗ってるんだけど、まあ、休むこともね。そう。忘れずに、携帯を全部オフにするとか、通知を全部オフにするとか、そういうの休むことを忘れずにってことよね。じゃあ、7月の未来、天秤座さんいきますよ。おー、いいですねこれ、なんでしょう。The Hermit。いいですね。これ一人で潜る系だよね。一人で潜る系?だから、天秤座さん静かだよね。うん、7月は。いやいいですね。この流れでっていうのが余計いいなと思う。はい、いきますよ。はい。So search, ハーミットね。はい、これ、こちらハーミット。はい。Sage, soul searching, introspection, being alone, inner guidance. ごめんなさい、ここ。失礼、これでさ、はい、そう。うん。ソウルサーチングね。うん。まあ、いろいろ追求していくよね。魂の追求、探求、introspection、まあ中を見るって感じ。うん、いろいろ。で、being alone、これ一人になる。で、inner guidance、こう、内なるものが、こう、導いてくれる的なことでね。やっぱりその、いやー、それなんだよね。だから、こういう YouTube も、まあ、ほどほどにってことよ。うん、だから、私はまあ、この、ね、やってるけど、でもちろんみんなに見てもらいたいっていうのはあるけど、まあ、これはまあ一つのね、まあ見ていただくのはありがたいけど、まあもっとその情報を取るときにさ、情報を取るときっていうかこうなんか自分が何が欲しいかとか何が好きかとかそういうのを考えるときに、YouTube とか、まあ YouTube だけじゃなくていろんなものとか Instagram とかいろんなそれだけをその外に向かわなくてもいいんだよね。外のものを全部見なくてもいいというか、そんなに特会引っかいろんなところのこれも見て、あれも見て、あれも見てってする必要はなくて、答えは自分の中にあるのよ。それはいつも言ってる話なんだけど。だから、さっきみたいにその日記にね、そういう自分がどうやって休めるかとか、ね、自分のね、考えとかをどうやったら静かにさせられるかとか、まあこれからまたよ、まあこのね、内なる、inner guidance ね、うん、だから内でこう、心の中にある、こう、導いてくれるものっていうのの耳を傾けるとか、being alone ね。一人になるっていうのがね。まあ一人になれる人はね。まあほら、ね、家族がいますとかさ、いろいろそういう人で、ほら一人になれない人いっぱいいると思うから。まあ、でもそういう家族がいますで一人になれないっていうんだったら、まあそのカフェに行くっていう、そこで一人になるっていうのでいいのよ。まあ実際はね、物理的にはいろんな人いっぱいいるんだけど、
でもほら一人じゃない一応そこの場で一人で。うん。で、そこでなんかちょっと日記書いてみるとか。うん。いいですね。で、書いたのが、The hermit shows that you are taking a break from everyday life to draw your energy and attention inward and find the answers you seek deep within your soul って書いたのね。うん。そういうね。まあね。要は、今、まあ、未来でね。だから、すごい頑張ってきてるから、最近。そう、だから、天水さんも、なんかその、毎日の、everyday life ね。毎日の生活から、ちょっと、お休みするっていう時が来てるのかも。もしかしたらそういう風になりますよって書いてあるね。で、っていうのも、自分のエネルギーとか、あと、自分のその、いろんな、集中力とか、その、いろんなところにこう、見る感じの、そういうのも、からも、ちょっと、そういうのを、やっぱり、内なるものからだよね。うん。to draw your energy and attention inward and find the answers you seek. そう。だからその自分のエネルギーとか、その注意っていうのをもっと中に向けるっていうことよね。そう。で、それで find the answers you seek. そう。自分が求めていた答えっていうのを内なるところから、その自分に向き合った時にいろいろやっぱり、見つけられるね。deep within your soul って書いてあるね。soul。うん。だからその魂よね。うん。魂の深いところにあるもの。うん。なんかその、私もさ、もうなんか思ってるのはさ、やっぱりその、自分の生きたい生活っていうか人生ってさ、やっぱりその自分が何が好きかって話じゃない？うん。自分がなんか好きなことっていうのって、やっぱり時間が経つのが早かったりとか、じゃない。そう。まあ、それなんだよね。うん。そうそうそう。そうよね。なんかもうさ、まあそういう今最近 YouTuber とかさ、まあインフルエンサーとか Instagram とかまあいろいろそういうのもあるし、なんかまあ、それだけじゃなくてもさ、もう本当に多様化してるじゃない？いろんなお金の稼ぎ方すらもっていうかさ。そう。なんか昨日Netflix見てて、確かバイニューヨークか、その、バイマンハッタンとかかな？そういう感じの？まあニューヨークのマンハッタンの、なんかまあバイングって、まあバイって買うね。そう。でまあそういうようなシリーズがあって、なんかバイマンハッタンとかそんな感じの、なんかその不動産とかね、そういうのね。で、それで、そこで、まあ、その不動産のさ、まあ、リエルターズって言うんだけど、あの人たち。そう。まあ、私もしもアメリカに移住することがあったら、その仕事やるけど。そっちの仕事に行きますって感じだけど、まあ、リエルターズね。そう、不動産のそういう、いろんな物件とかを案内したりして、で、それでコミッションをもらうみたいなさ。で、そう。それ、まあ、アメリカにもし移住することがあったら楽しそうな、楽しそうなって、まあ、いろいろまあ、競争率あると激しいと思うけど、そういう業界、興味あるけどね、私は。そう。で、それで、まあ、そのね、リエルターの人が、一人が言ってたのが、なんか、いや、お客さんに言ってたの、クライアントに。いや、なんかもう最近では、やっぱりもうソーシャルメディアとかで、やっぱ、こう、宣伝するのが一番結構やっぱ早くて、で、そう。で、うちのね、会社っていうか、うちのその人は、なんていうの、ボスっていうか、4 million followers がいるから、とかね、そう言ってて、とか。で、あと、やっぱり買う人も、やっぱそう YouTuber だったりとか、インフルエンサーだったりが、実際お金持ってて買えるんで、みたいなことも言っててね。そう。なんか、クライアントの人言ってたのよ。なんか、そういうところでもお客さん、ね、買ってくれる人いるのかしら、とか言って、私たちの物件をとかって言ってて。でも、いや、もうなんか、リエルターの人が、いや、もうそういう人たちが今お金持ってるからって言ってて、そのインスタグラマーとか YouTuber とかが、うん。いや、世の中も変わりましたよね。これさ、20年前、30年前。10年前だとしてもまだ、まあ10年前くらいにちょっとそういうのが、あれされてきたかもしれないけど、でも、そういう世の中じゃなかったじゃん。30年前、40年前、50年前とか。うん。昭和の時代とかはね、やっぱりその、なんかこう、ね。昔のいわゆるね、あれだったじゃない？その大企業に勤めてとかさ、なんかそのね、終身雇用でとかさ、あと働き方もまあ9時5時でみたいな、まあ9時5時以上の人もいるけどね、まあ残業もあってとか、まあ今も残業ある人いっぱいいると思うけどさ、そうそうそう。でもなんかそういう確率的なさ、なんか昼間は、ほら、もう昼間は主婦と子供しかいない、主婦と小さな子供くらいしかその辺を歩いてないっていう時代だった時もあったじゃない？
そう。40年前とか30年前はだね。40年前とか。うん。でもやっぱり、いろんな働き方とか、あと、まあ、あとね、私やっぱりコンビニとかって、あんなに24時間も空いてるものを、いっぱいその世の中にいる、ある必要があるのかなってすごい個人的に思うのね。日本社会ね。海外に暮らしてて、まあ、なんかこれ言うのも海外かぶれって感じかもしれないけど、でも私さ、基本的に24時間空いてるとこってないわけね。そう、あんまり。そう。てか全然ないわけよ、ほとんど。で、用は足りてますから、はい。別にその、お菓子とか買っとけばよくない？お菓子とかなんかそういう買いたいものとかを。で、結構ヨーロッパとかって本当まあ、イギリスはでも空いてる方なのよ。結構資本主義系なのよ、こっちどっちかというと。それでも日曜日は6時間営業のみだから、モール、ショッピングモール大きいとこのショッピングモールでも6時間だけなの。だから11時、午前11時から夕方の5時までとかね。スーパーも11時から5時まで。ドイツとかだったら空いてないからね、日曜日。うん。で、ノルウェーも空いてなかったし、そう。日曜日ね。そう。そういうの全然いいけど。だから、要は何が言いたいかって、労働者の人がその時働かなくて済むじゃん。労働者とか、そこでそういう系で働いてる人が、そう。そういう、やっぱ日にちをつく、日、曜日を作るっていうのは重要だと思うんだよね。うん。ちょっとね、そうそう。まあでも、イギリスは結構働いてますけどね。うん。やっぱまあいろんなとこから、まあ、ロンドンとかで言うとさ、やっぱいろんなとこから、移り住んできてるし、うん。あと観光客も多いからね、ここ。うん。じゃあ、はい、うん。ね。そう、結構アラブ人の人もね、観光客めっちゃ多いんで。とか、もう家持ってるとかね、こっちに。そう、うん。アラブ人ってどっちかというと、その中、湾岸の方ね。湾岸の方。うん。サウジとか、そう、クウェートとか、そう、そういう系の人、結構もう、こっちに家持ってるからさ。うん。じゃあ、はい、行きますよ。結構すごいシャッフルしてるの、このエンジョーズのアンセスター。こんなにシャッフルしてるのも珍しいけどね、その天秤座さんのために。はい。天秤座さんのためにっていうか、どの星座さんでも、そんな、こんなにはシャッフルしない。喋りたかったんだよ、私も。うん。はい、じゃあ、これにしますよ。はい。じゃこれ一気に出しますので、で、直感できたので。あー、いいですね。あー、いや、マジすごい。Spring, see your seeds grow. まあ今ね、これ撮ってるのはまあ夏といえば夏なんだけど、まあこっちは夏って感じがしないんだけどさ、うん。まあ春になってる。See your seeds grow. これ、要は、蒔いた種が、こう、育っていくのを見ましょうって話なのね。うん。だから、やっぱりその、ここでも書いてある、Your hard work is paying off だから、そういうこともあるし、だからやっぱ、今まで蒔いた種っていうのが、どんどんやっぱ、各、いろいろさ、蒔いた種って言っても、いろいろ蒔いてると思うのよ。その一つのことだけじゃなくて、だから仕事のことだけじゃなくて、まあ、例えばさ、なんかその、今までちょっと語学を頑張ってきたとかね。で、それで、まあ、たまたまいろいろ、まあ、訪日外国人とちょっと喋る機会があって、それで会話が弾んだからとかね。まあ、それもある意味さ、その、蒔いた種がこう、成長してるわけじゃない。やっぱりこう、コツコツやってきたことが、こう、成長して、そういう状態になった。そういう楽しい思いができたとかさ。see your seeds grow. ですよね。でね、ここはすごいのが、potential, it's happening, keep going っていうのが出てきたよね。で、これもやっぱりその潜在能力とか、あとやっぱりその本当にもう怒ってますよ、怒りますよっていうのとか、keep going なのよ。もうその調子でなのよね。うん。だからやっぱりそうなんだよね。天秤座さんはやっぱり乗ってるのよ、7月、本当に。じゃないとやっぱりこういうカードは出てこないよね。うん。で、やっぱ結果がどんどん見れるっていうか、それもすごく思うんだよね。やっぱりね、いやー、なんかさ、星座さんによって出てくるのも違うし、あと、やっぱこうやって同じようなのが出てくるっていうのもね。なんかこう、やっぱ潜在能力とか、あとやっぱりこう、そのいろいろ蒔いたものがこう、実が結ぶというか、こう成長していくとか、そうなのよね。じゃあちょっと日本の神様カード出しますか、天秤座さん。出しますか、だって出しますか。うん、出しますか、うん、出しますか。日本の神々から天秤座さんください。
と、はい、日本の神々から一枚手に出さ、はい、これにします。あー、これか。私結構さ、なんか面白いのがさ、なんか、4月分、まあ、南星座さんがやってて、で、同じのが出てくる時とかあるのね、結構。うん。それ前もさ、6月の時もそうだった。だからそういうなんかエネルギーが星座さんごとにあるのか、この世の中にあるのか、はい。大山国の神。大山国の神。出てますよ。はい。じゃ、ちょっと見てみましょうね。大山国の神。大山国の神。これね、はい、40ページ。神社行きます。はい、滋賀県日吉大社、京都府松尾大社などに祀られています。テーマ、ゆったりとした男らしさ、緩めて定めるっていう感じですね。はい。大山国の神、矢は方向を定めて飛んで、矢は方向を定めて飛んでいくのです。身体を緩めなさい。緩みのない弓に使えても、矢を遥か遠くに飛ばすことはできません。方向を定め、そして無心になれば、目を閉じていても矢は的に当たるでしょう。私があなたの飛ばした矢に、さらに勢いを授けましょう。まあ、そうだよね。方向を定めて飛んでいくんだよね、矢は。だから、今、天秤座さんが、これからどういう風な方向に行きたいかっていうのを、定めていこうとしてるっていうところもあるんじゃない？それのなんかこうお試し期間を今やってますみたいな人がいるのかもしれない。で、だからこの数ヶ月とか、まあそれかもしかしたら数年とかかもしれないんだけど、自分がこれからどういう方向に行きたいかっていうのを考えてて、まあ日々そういう方向にちょっと努力してた人がいるのかもしれない。だからそれで、まあ your hard work is paying off ってここにも書いてあるんだけど、こっちでこうなってるんだよね。まああなたの天秤座さんのそのいろいろ頑張ってきたことが報われますよっていうのとか、そう。自分の本当に内なる声を聞いてください。内なる声の、に従ってくださいってことだよね。で、see your seeds grow だよね。要はその自分の蒔いた種っていうのがどんどんやっぱ、成長してきますよっていう、実現しますよって話よね。うん。ゆったりとした男らしさ。まあ、これ女性でも男性でもそういうことね。要は、緩めて定める。うん。緩めて定めるっていいね。なんかちょっと緩めてる感じだもんね。なんかこう、なんかブカブカなズボン履いてますみたいな。そうそうそう。いや、ブカブカなね、ズボンとかね、いいですよね。まあ、要はパジャマとかね。うん。あと、家にいるときはゆったりとした服を着るとかね。うん。ああ、やっぱりそうか。これ。うん、見て。うん。やっぱりそうかっていきなりだけど。大山国の神。今あなたには勢いがあります。でもあなたが的を絞って何かに取り組んでいるなら、少し肩の力を抜いてください。集中しすぎて視野が狭くなっていませんか？あるいは結果に執着しすぎていませんか？まあ、これがこれで来るんだけど、やっぱりその、なんだっけ、少し肩の力を抜いてくださいっていう話をしてるのね。うん。だから、やっぱり休息が必要なんだよね。だから今勢いがあるのよ。ここに書いてあるように。今あなたには勢いがあります。はい、あると思いますよ。うん。で、集中しすぎて視野が狭くなっていませんか？うん。もしかしたら思い浮かぶ人はね、それにちょっと思い当たる人は、思い浮かぶっていうか思い当たる人はね、集中しすぎて視野が狭くなっていませんか？あるいは結果に執着しすぎていませんか？まあさ、結果は気になるよね。やっぱりこの自分が今まで頑張ってきたことで、どういう結果になるのかとか、なんかこう、今どうなってるかとか、まあ日々のさ、なんかいろんなその結果とかさ、あと、周りの人にどういうふうに評価されたかとかね、仕事のことではね、そういう意味の結果っていうのは、気になることではあるんだけど、まあここで書いてあるのが日本の神々の大山国の神が言ってるのは、執着しすぎてませんかって話なのね、結果に。うん。そうよね、うん。そうなら、ちょっとここらで息抜きをしてみましょう。だからこれですよね。うん。息抜きをしてみましょう。ああ、これも重要だよね。また、あなたは自分の仕事に対して過小評価をしていませんか？ああ。まあ、そんなには来ないけど、なんかその、以前思ってたっていうのは来てるんだよね、私の中に、今、直感で。以前もしかしたら自分の仕事とかなんてとか、自分の職種なんてとか、
なんかそういうふうに一瞬思っちゃった人がいるのかもしれないんだけど、どの職種でも社会でお金を稼いでるってことは、そこに社会のニーズがあるからお金が稼げてるんだよね。そう。だから、ってことは、その仕事は、どんな職種でも、そのお金を稼いでるっていう時点で、社会に必要とされてる職種なのよ。そう。そこなのよね。どの仕事も重要ですからね。はっきり言って。どの仕事も、お金、そう言ったように、お金を稼いでるってことは、お金がそこに発生してるってことは、社会からそれをやってほしい人がいる。それをやらないと社会が回らないから発生してるのよ、そこにお金が。そう。まあもちろんね、そのボランティアとか無償でやってても、それがすごい社会に貢献されるとか、社会で必要とされるってこともあるんだけど、お金もらってたら、なおさらなところも、それってもう確定じゃん。そこの社会で必要とされてるっていう。それが最低時給であったとしてもよ。うん。そう。まあね、そう。だから、天秤座さん。可能性あるよね、天秤座さん。可能性あるし、潜在能力あるし、ここでポテンシャルって来てるからね。可能性ありますよ。そう、お持ちの可能性。じゃあ、まあね、こんな感じで天秤座さんになりましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、ほんとここまでご覧くださいまして、どうもありがとうございます。で、チャンネル登録もね、していただくとありがたいですね、この、機会に。まあまた、もう毎日どんどん増えてますからね。ありがとうございます。で、あと、まあ、ソーシャルメディアやってますっていう方で、まあ、インスタグラムとか、ツイッターとか、まあ、X ね、とか、あと、まあ、Facebook とかいろいろやってますっていう方、もしも、フォローしていただけましたら、フォローじゃなくて、シェアしていただけましたら幸いです。で、あと、まあ、お友達の中でね、ちょっとシェアしていただいたり、なんかこうリンクをちょっと LINE と友達に送ってみるとか、グループチャットに、この動画をいろいろ、貼ってみるとかね。まあ、全星座さんやりますので、皆さんね、それぞれに、当てはまった感じで見ていただければと思います。で、ね、ちょっとね、ご連絡なんですけど、まあ、ここまで見ていらっしゃるくらったってことは、このね、動画楽しいと思ってたりとか、まあ、する方だと思うんで、いわゆるサブチャンネル、英語ではサブチャンネルって言わないからね、セカンドチャンネルって言うんだけど、セカンドチャンネルを、ちょっとやろうと思ってます。っていうのも、このチャンネルは、どっちかというともう、こういう、なんていうの、タロット関係だったり、オラクルカードで、まあ、その星座別にやるっていうのを、ちょっとまあ、重点にやるので、そのまあ、私が何でも、私が思うことを話したいみたいな、そう、まあ、そういうようなチャンネルをちょっと別に作ります。で、それは、まあ、どっちかというと、まあ、こういう、まあ、こういう私の職業的なこととか、まあ、そういうガバナンスとかね、その超風評付きのご家族で教育係として働くっていうのはどういうことなのかとか、まあ、そういう業界自体の話とか、あと、まあ、別に、まあ、教育、海外の教育とか、まあ、海外教育以上もそうですし、あと、まあ、ね、国際社会で働くってことはどういうことかとか、まあ、あと、海外旅行とかね、の時にはこういうことを、心得てるといいですよとか、まあまあ世の中のこととか海外のこととか、まあそういう感じのことかな。まあいろいろにね、世界の食文化だったり、慣習だったりとか、あとまあなんだろう、日本社会に例えば閉塞感を感じてる方には、まあちょっと新たな視点をね、っていう感じの、そう、新たな視点をなんか得れるな、みたいな。そういうようなチャンネルでちょっと考えてます。で、あと、ブログ媒体の、ノートっていうブログ媒体があると思うんですけど、そこで、まあ、ちょっと書き物的に、ちょっとそういうのもやろうかなと思ってます。まあ、私もね、確かに激務だから、で、最近ちょっと、6月ちょっと激務に余計になっちゃったとこがあって、あれだったんですけど、まあ、ちょっと、いろいろちょっと少しずつ、そっちの方も、書き物の方もちょっとやりたいと思ってるので、はい、それもまあ、同じような、話で、その、YouTube のその、セカンドチャンネルと同じような感じの、テーマでね、その国際社会の話とか、海外の教育の話とか、まあ、これからの日本の話とか、ね、訪日外国人の話とか、まあ、そういうような話をね、ちょっと書ければと思っております。また、イギリスの話とかね、うん。ここまでご覧くださいまして、天秤座さん、どうもありがとうございます。天秤座さんのね、楽しい毎日。まあ、休みながら。はい、休みながらですが。休みながらですが、ってか、天秤座さんが休みながら。はい。楽しい毎日を応援しております。英国ロンドンから。はい。どうもありがとうございます。天秤座さん、ここまで。ありがとうございます。どうもありがとうございます。失礼します。